はい、みっちゃんなるです。今日はコロンボなんですけど、コロンボのヒルトンホテルに来ています。ヒルトンホテルにランチを食べに行ってまいりましたけども、お客様は少ないようでランチビュッフェがなかったんですけども、残念ということでランチアラカルトを頼みましたけども、ランプライスがあったんで、ランプライスを頼もうとしたらこれもまた1時間かかると言われてしまいましたんで、ライス&カレーを頼んでみましたけども、その前にパンが出てきました。珍しくパンをいただいてみたいと思います。はい、スリランカ結構パン美味しいんですよ。あんまり知られてないかもしれないですけど、ヨーロピアンのお客さんとかも多いですし、まあ、昔ヨーロッパの植民地だったっていうこともあって、比較的パンとか美味しい方です。はい、いただきます。はい、おー、アサムラベジ、デザート、これデザートだって。ライスアンドカリーね。Yes. ベジタブル。ベジ。あり。エンジョイ。Thank you。ということで出てきました。スティームしてあるって言ってましたけど、ランプライスじゃないんですね。でもライスアンドカリーのベジタブルということで、いいねこれ。こんな感じです。じゃーん。じゃあでは。開けますよ。はい、いいね、香りが素晴らしい。おお、おー、いいですね。これは言っときますけど、ランプライスではございません。ワタッカ、ワタッカ、パンプキン、かぼちゃ、ネギ、メイカラル、おお、ダールカリー、パリップ、ね、パリップ、パリップ、マルン、メイケ、コラマルン、コラマルン、ケセルモ、あ、ケセルモはね、ケセルモ、メルン、あ、パリ、Thank you。ということで、早速いただいてみましょうか。これのパリップからいきます。スリランカで初めてかもしれないパリッチェックです。うわ、辛い、辛いけどなんかすごい上品な感じのパリップですね。さすがホテルカレーって感じ。風味もいいし、はい、そしてケセルモア、おいしそう、うん、風味がいいけどちょっと塩が濃いかもしれない。そしてオラマルンと言ってましたけど、オラマルン、あ、本当にコラの感じが、スリランカの雰囲気が出てます。そしてかぼちゃ、うん、紅茶の甘みもあって美味しいと思います。で、メイカラルってスリランカの野菜ですね。うん、あ、これもいいね、なんかシャキシャキした感じでいいです。はい、全体的にやっぱり包む感じなんで汁気が少なくていい感じですね。でも一つ一つしっかりとしたちょっと上品な、さすがヒルトンみたいな感じのお味でいいと思います。はい、ではこちらご飯と一緒に混ぜ混ぜしていただいてみたいと思います。はい、いただきます。